9年から1937年までフランスのアルザス・ロレーヌ地方に存在した鉄道網及びその運営組織である。1938年からはフランス国鉄の一部となったフランスの国有鉄道であるが同時期にフランス西部の鉄道を運営していた国有鉄道とは別の組織である。ここでは同地方が ドイツ帝国領エルザス・ロートリンゲン州であった1871年から1918年まで存在したドイツ帝国国営のエルザス・ロートリンゲン鉄道についても記述する。アルザス地方はフランスでも鉄道の発達の早かった地域の一つであり、1839年にはミュルーズとタンの間の鉄道が開業した。1844年には ストラスブールミュルーズ間が全通し、また三類を経て、スイスのバーゼルまでの鉄道も開業した。1842年に交付された、フランスの鉄道幹線建設に関する法律では、パリからストラスブール経由ドイツ国境までの路線が、建設すべき幹線と指定され、1852年に全通した。当初これらの鉄道は、ストラスブールバール鉄道。 パリ・ストラスブール鉄道などいくつかの会社に分かれていたが、1850年代には順次統合されて、東部鉄道となった。また1852年には、ホルバック経由プロイセン王国のザールブリュッケンへの、1861年には、ストラスブールからライン川を渡って、バーデン大公国のケールへの鉄道がそれぞれ開通している。 エルザス・ロートリンゲン鉄道の広告1870年に、不仏戦争が勃発すると、フランス東部はプロイセン軍に占領され、その鉄道も接収されて、軍事輸送に用いられた。1871年のフランクフルト、講和条約により、アルザス・ロレーヌはドイツ帝国に割譲され、帝国直轄州エルザス・ロートリンゲンとなった。1871年12月9日には、 エルザス・ロートリンゲン帝国鉄道総管理局が設置された。ドイツ時代のエルザス・ロートリンゲンでは新線の建設が急速に進められた。特にドイツの他の両方との連絡が重視された。1914年時点では他両方と14カ所で結ばれており、うち10カ所は伏線の路線であった。一方フランスとの新たな国境線を越える幹線は3本のみであった。 新線の建設にはフランスとの再度の戦争に備えた軍事的な意味もあった。またこの時期に伏線の通行区分がフランス式の左側通行から右側通行に改められるなどドイツ式の規格が導入された。ドイツ帝国においては鉄道の運営は両方単位に分割されており帝国政府が直接経営する鉄道はエルザス・ロートリンゲン鉄道のみであった。 帝国最小オット・フォンビスマルクは鉄道を帝国鉄道庁のもとに一元化しようと試みたが、各両方の抵抗が強く十分に果たせなかった。またエルザス・ロートリンゲンに隣接するバーデン大公国など南西ドイツの諸領法はしばしば帝国政府の鉄道政策に反する態度をとった。このため帝国はエルザス・ロートリンゲン鉄道を重視し、ベルリンやフランクフルトアムマイン、ケルンなどと スイスやイタリアを結ぶ列車がエルザス経由で運行された。1918年11月11日に調印された第一次世界大戦の休戦協定では、アルザス・ロレーヌ地方の鉄道は31日以内に連合国に引き渡すことが定められており、フランス政府は12月1日までに鉄道の接収を完了した。1919年のベルサイユ条約発行とともに、 同地方は正式にフランス領に復帰したが、鉄道は東部鉄道には戻らず、西フランスのエタ鉄道とも異なる、第二の国有鉄道として運営されることになり、6月19日にアルザスロレーヌ鉄道が発足した。1919年の時点で路線の総延長は2 2 2 8トルあり、うち 214km はルクセンブルクに、5トルはスイスに、 3 9トルはザールにあった。1920年代には、アルザス・ロレーヌとフランスの他地域と連絡する路線が、盛んに建設された。メス・レルビル間、ストラスブール対サンディエンなどがその例である。また1937年には当時フランス最長の、鉄道トンネルであった、サント・マリオーミーヌトンネルも開通している。一方で、ドイツとの間の路線は一部を除いて、 ローカル線と化した。例えば、ドイツ時代の1877年に開通したストラスブール、ローターブール線は、元はストラスブールとカールスルーエを結ぶ路線の一部であり、第一次世界大戦中には軍事輸送にも用いられたが、1919年以降は普通列車が走るのみとなった。ドイツ時代に右側通行に変更された伏線の路線は、 これを再び左側通行とするのは膨大な工事が必要となるためそのままにされた。この頃フランスの鉄道は3等級制をとっていたが、アルザスロレーヌ鉄道は当初ドイツと同じく4等級制であり、1920年時点では利用者の半数以上が4等車の乗客であった。1921年に一等から三等に限って往復割引の制度が新設されたため、 これ以後4等車の利用は減少し、1930年に廃止された。1930年代になると、フランスの鉄道網の国による統合が進み、1938年1月1日をもって、アルザスロレーヌ鉄道は、エタ鉄道及び4大支鉄と統合されて、フランス国鉄の一部となった。フランス国鉄の路線は、旧事業者の別によっていくつかの地域に分けられていたが、 旧アルザス・ロレーヌ鉄道は、旧東部鉄道と共に、東部地域とされた。第二次世界大戦中、フランスがドイツに占領されていた時期には、アルザス・ロレーヌの鉄道は再び、フランス国鉄から切り離され、ドイツ国営鉄道のカールスルーエ管理局の下に置かれた。ストラスブールの駅舎2000年代に至っても、アルザス・ロレーヌ地方の伏線鉄道は、ドイツと同じ右側通行である。 また、ストラスブールやメスの駅舎は、ドイツ時代のものがほぼそのまま用いられている。ありがとうございます。